親の顔は、立川しのす作の新作落語である。しのすが、プロになってから、初めて創作した落語でもある。現代落語だが、登場人物の名前が八五郎であるなど、古典の要素もちらほら含まれている。冬のある日、ご隠居のところに、友人の八五郎がやってくる。何でも八、三は、息子の金田の学校から呼び出しをくらったらしい。訳を聞くと、 一枚の答案を差し出される。その答案は、百点満点で五点という、とんでもないものだった。また、五藤の内容も、太郎くんと二郎くんが、それぞれ一、二、一、三ずつ草むしりをしたら、草はどれだけ残るでしょうという問いに対して、やってみなければわからないといった、トンチンカンどころじゃ済まないようなものであった。原因がこれであることは、火を見るよりも明らかだった。 しかし、八チッさんとしては、なぜそれで自分が呼び出しを喰らうのかが理解できずに、いるようだった。そこで、半七が、昔からのことわざでよく言うように、親の顔が見てみたいってやつなんだろうというと、八チッさんは納得し、それなら早く顔だけを先生に見せて帰ってこようと、やっと学校へ向かう決意をする。教師、親、金田の三人による三者面談が始まった。 八三さんがなぜこんな回答をしたのかと金田を問い詰めている。すると金田はいずれの五答にもあながち間違いとは言い切れないのではないかと思わせるようなへりくつを言ってくる。それで次第に八三さんも金田が正しいように思えてきてしまう。そんなわけで金田の点数はどんどん上昇する。実はこの面談は 親である八五郎がこの答案を見て、金田を怒鳴り散らすんじゃないかということが心配になり、世の中正解だけが全てではない。もっと子供の幅のある思想を大事にしてやるべきだという、ことを八五郎に伝えるために先生がしたことだった。しかし、八五郎の思想には、それ以上の幅があるのだと思い知ったため、先生は八五郎にもう帰ってもいいが、 その代わり、八五郎の親に会わせてほしいと、お願いをする。八五郎が訳を尋ねると、先生は八五郎の親の顔が見てみたいとのことだった。ありがとうございます。